2014年撮影、和歌井健美は、日本のフリージャーナリスト、映画監督。アジアプレスインターナショナル所属。主たる取材テーマは、戦争被害、人権であり、イラク戦争報道により、ロカルの国際映画祭人権部門、最優秀賞を受賞、2003年度、防音、上田記念国際記者賞特別賞、2003年度、ギャラクシー賞報道活動部門、 2005年、JCJ 賞大賞などを受賞。日本ビジュアルジャーナリスト協会、アジアプレスインターナショナル、アジア記者クラブ会員。大阪府出身。日本大学芸術学部卒業。大手新聞社に採用されず、ホンダ技研工業埼玉製作所鞘山工場の機関工として働き、資金をため、1997年によりフリージャーナリストとして、 活動を始める。現在までに、スリランカ民族紛争、パプアニューギニア津波被害、スーダン期が東ティモール独立紛争、インドネシア紛争、アフガニスタン侵攻、イラク戦争、講師母子殺害事件を取材。米軍によるイラク侵攻では大手メディアが撤退する中、現地から報道、ニュースステーションやニュース23でレポートを行った。 2003年から2005年にかけ何回か現地取材している。また、イラクでの取材をまとめたドキュメンタリー映画、リトルバーズイラク戦火の家族たちを制作し、日本、米国で公開された、同映画でロカルの国際映画祭人権部門、最優秀賞を受賞する。若いケンのチクチクプレス2008年7月13日。ありがとうございます。